はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はね、Amazon で無線マウスを購入いたしましたんでご紹介いたしますね。これはね、エレコムの S サイズの無線マウスになります。16年間連続販売数ナンバーワンとかってね、書かれてますね。購入金額はね、621円になりますね。Amazon の国内発送になります。個人的にはね、メーカーにあんまりこだわりがないんでね、今回はエレコムで、まあ安かったんでね、これを買いましたね。まあ今使っているやつがね、この、ロジクールのね、やつなんですけど、これ1100円ぐらいですかね、今アマゾンで売られているのがね。もうこれ結構何年も経つんですけど、これもミニサイズになるんですけどね。まあメンテナンスしながらね、まあたまに接点復活剤なんか吹きながら、まあ使ってこれもう2、3年、もう結構なね、もう忘れるぐらい使ってますけどね。まあこの辺のロゴが剥がれてるんでね、まあ使用感が物語ってるかなと思いますけどね。まあ連続使用日数がね、まあこれが約ね、まあ215日なんで7ヶ月ぐらいでしょうかね。これがまあ6ヶ月いて書かれてるんですけどね。まあこちらにしてもね、結構まあ忘れるぐらいの電池の使用量なんでね、まあこれほぼ同じぐらいですね。まあ感触はね、まあほぼ同じですね。まあちょっとこちらの方がストローク感が若干多めかないう感じでね、まあ質感もちょっとやっぱり高いだけちょっとあるかなみたいな感じなんですけど、まあ使うとしたらあんまり変わらないんじゃないかなとは思いますね。まあこちらもね、単4電池が1本タイプになりますね。もう1個買ったんですけどね、まあこれはうちの奥用ですね。まあこういう形のね、ちょっと可愛いマウスになるんですけどね、これがね、購入金額が891円、本体とマニュアルになりますね。引っ張って剥がすいうことはもう最初からこれ電池がね入ってるみたいですね。レシーバーもね、ここに組み込まれてますね。あとオンオフのスイッチ、オンね、オフ。まあボタンの感じはね、どちらもよく似てますね。まあ一応3ボタンなんでね、ここもねプッシュできるようになってますね。こちらがね、電池寿命が 2.5 年、もうほとんどもうこれ潰れるまで電池交換しなくてもいいんじゃないかなと思いますね。まあ単三電池が1本になります。まあこのマウスはね、このバッファローのね、この無線マウスと交換になりますね。かわいそうに机からね落とされてね、この電池のカバーですね、ここの爪がね折れましてね、テープ貼られてますけどね。まあなんとか、これもね結構何年も持ってるんですけどね、残念ながら接触がねたまにおかしくなるんで、まあ交換いう形ですね。やっぱりねこれも結構したんでね、まあ質感はいいですね。このプッシュのね、これも3ボタンになってますけど、これもやっぱりね、エレコムが全体的にストロークは短めでしょうかね。このアイバッファローもね結構ストロークがあってね、まあ値段相応といえば値段相応なんですけどね、まあ我慢できないほどでもないし、違和感があるいう感じでもないんでね、まあ十分でないでしょうかね、これで。まあ当然ながらね、普通に認識して普通に動きましたね。本日は以上になります。ありがとうございました。失礼します。